私が小学生の時の話なんですけどその日三上さんの家には近所の人々が集まっていてホームパーティーをやっていた三上さんの家は郊外の新興住宅地の一角にあり同じ並びに三上さんと同級生の子供がいる家が何軒かあった 時々お互いの家の家族を招いては子供は子供同士で遊ばせ親は親同士でお茶したり食事をしたりしていたそうだその日も夕飯の鍋を食べ終え子供たちは母親に「帰るわよ」と言われるまで遊ぶこととなった三上さんは 友達と自宅で遊ぶのが大好きだった特に好きな遊びはかくれんぼクローゼットの奥や押し入れの中机の下階段下の収納スペース三上さんの家は広く隠れるところがいろいろあったそしてかくれんぼをするときは 1>, 1階でも2階でも隠れていいことが彼女たちのルールだったそうだ早速じゃんけんをして鬼を決める隣の家に住むけいちゃんが鬼になったじゃあ10数えるからねゆっくりだよもういいよって言うまで来ちゃダメだよどこに隠れよう ちゃんがリビングの隅の壁へ向かって「ちュー!」と言い始めるとみんなはほうぼうへ走っていった大体いいみんなが隠れるとしたら1階のクロゼットの中か2階の私の部屋の押し入れの中かいくつか隠れそうなところを思い浮かべ三上さんは みんなと違うとうころへ隠れようと考えた。鬼のけいちゃんのすぐ脇で声を出さないように隠れ場所を思案していた三上さんだったがこのリビングの中で隠れていたら逆に見つかりにくいのではと思いリビングの真ん中にあるこたつの中に潜り込んだ。 ダイニングのテーブルで親たちはお酒を飲みながらしゃべっている。リビングはダイニングとそのままひとつつきになっているので三上さんの耳には左側から親たちのしゃべる声右側からけいちゃんの数える声が聞こえるしばらくじっとしているとけいちゃんがすぐそばを走り抜けていく気配がした。 そして遠くで階段を上っていく音がするけいちゃんはどうやら2階へ探しに行ったようだ三上さんは笑ってしまいそうになるのをこらえながら息を潜めてこたつの中で縮こまっていた最初のうちはよかったのだが スイッチが入った状態のこたつの中はとても暑いだんだんと頭がクラクラしてきた無理をせずに出ればいいのだがかくれんぼで負けてしまうことの方が嫌でじっと我慢をする改めて耳をそば立ててみたがいつの間にか 声が聞こえなくなっているけいちゃんまだ2階を探しているのかなお母さんたちいるよねだんだんと不安になってくるこたつを出ようか出まいかずっと考えていたんですけど「もう出よう」と決めたその瞬間 頭側のこたつ布団を誰かにめくられた「けいちゃんかな?」と三上さんが顔を上げたがそこにいたのはけいちゃんではなかった知らない人いや人だったのかな地べたにひざをつき こたつの中をのぞき込むようにしている人は全く見ず知らずの人だった福笑いの顔に似ていました異様に下がった目尻に閉じた口のまま上がった口角のっぺりとした顔 髪の毛はそんなに長くないようだが直感的に女だと分かった女は無言のまま三上さんを見つめている女の垂れ目は細すぎて瞳がほとんど見えないが笑い顔に反して目は笑っていないように感じられ 三上さんはぞっとしたそうだしばらく緊張状態で見つめ合うすると突如女の顔が崩れた顔のパーツが崩れてあべこべになって顔の中を眉毛や 鼻や口が血を這う虫のように俊敏に動き回ってピタッと止まったパーツが極端に中央の方へ寄っているその姿は異様だった目と眉毛は ほとんど縦向きに近いほどつり上がり口はブーメランのように鋭角にへの字になっている鼻はちょっとした突起程度でしかなくなって顔の真ん中にポチっとついているだけだった三上さんはあまりのことに声も出せず 全身が硬直していたそれからどれくらい経っただろうかまた唐突に女の顔のパーツが動き出した一通り顔の中を駆けずり回った後、最初に見たエビス顔に戻り少しの間見つめ合った後、女は こたつ布団をすっと下ろしたユーキー「どこにいるのユキちゃん女がこたつ布団を下ろしたと同時にいちゃんや親たちの三上さんを呼ぶ声が聞こえた」。はっと我に帰りこたつから入れると「あんたそんなところにいたの?」と母親に駆け寄られた。 母親の話を聞くといちゃんがいくら探しても三上さんだけが見つからずさっきからずっとみんなで探していたそうだ三上さんは必死で母親にさっきの女の話をしたが「何を言ってるの?」という顔をされずっとあんな暑いところに潜り込んでいたから 変なものを見たのような気がするんじゃないのと言われてしまったそうだそう言われてしまうと何も言い返すことができない三上さんがふに落ちないまま黙っていると母親は帰る時間になった友達たちを見送るように促した「また遊びに来てね」「うん 今度うちに呼ぶわ親たちが挨拶を交わすのに合わせて三上さんも友達たちとバイバイと言いながら玄関へ向かうその途中けいちゃんが不安そうな顔をして三上さんのところに近づいてきた「ねえゆきちゃんゆきちゃん本当に?」 ずっとこたのの中にいたのえうんずっといたよ最初からあそこに隠れていたんだもんそっか私ねこたつの中一回探したんだよえけいちゃんによるとその時に 三上さんはこたつの中にいなかったようだもう10年も前の話なんで記憶があいまなところもあるんですが今もあの女の顔のパーツが動く様は三上さんの脳裏に焼き付いているそうだ。